どうも、株価社長です。今回ですね、ちょっとレア種ってところで私の動画でなかなか出てこないようなね動画をお届けしたいなというふうに思ってるんですね。と言いますのも、ヘラクレス属ってところでないカブトムシをね今回ご紹介しようと思ってるってこともございまして、結構ですね、ショップの中とかで、結構問い合わせがあったりってもろもろするね個体がいるってことにもなるんですね。じゃあそれが何かってことで言いますと、コーカサスオオカブトってところにはなってくるんですね。そのコーカサスに関しても、今回に関しましては野外産ってものをですね、ちょっと私の方も急遽ね入荷もしまして、その分をねちょっとお届けしたいなというふうに思っていたりはするんですね。でそのねちょっとご様子ってところと言いながら、コーカサスオオカブト見る機会結構ないよって方であれば、今回を機に見ていただくのも一つかなと思いましたので、ちょっとね動画でお届けしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、こちらがコーカサスオオカブトってものにはなってはくるんですけど、コーカサスオオカブトってね、かっこいいっすよね。三本角ってところがある中で、ヘラクレスオオカブトのライバルといえばってところ出てくるカブトムシでいってくれば、このコーカサスオオカブトかなって私は思ったりもするんですね。このコーカサスオオカブトに関しましては、この3本の角とかね挟んでいくってことを含めてやっていくんですけど、結構凶暴です。でこれに関してはメスも一緒に入れて飼育をしてしまうと、メス殺しをしてしまうってことが結構ありますん で、これに関してはかなり注意が必要かなというふうに思っていたりもします。このコーカサスオオカブト君に関しては、私も過去ですね、そういったふうに飼わせていただいてた上で、速攻でメスを殺されてしまったってことがね、同居させてる間にありまして、ペアリング、ハントペアリングさせてしまった上で、もうね、違うところに分けてあげる方が良かったりするような個体でもあるのが、このコーカサスオオカブト君じゃないかなというふうに私は思っていたりもしております。まあ、そうでなければね、本当に危ないというところになります。でクワガタとかみたいに首を挟んでですね、まあ、メスを殺してしまうっていうよりは、圧撃で殺すって形にもなってきてしまうので、ケースの中がやっぱ狭いってこととかになってきてしまうと、やっぱりどうしても殺してしまうようなことが起きてしまうんじゃないかなというふうに私は思っていたりもするんですね。めちゃくちゃ危ないといったところの答えにはねなってくるような動きもしております。そういった意味でですね、コーカサスオオカブトかっこいいんですけど、その分ではね結構飼うのも大変なね種類の一つかなと思っていたりもしております。まあ、分けれたら問題ないってことにもなるんですけど、これね私過去お伝えもしたことあるんですけど、コーカサスオオカブト家で飼ってた分っていうのがね、ちょうどカブクワジュニアですね育てたってことがあったんですけど、ちょっと脱走してまして、家中探してどこにいるんだろうみたいなことに結構なった思い出がねちょっとあったんですけど、ただそれに関しても見つけた時よかったなっていう風にちょっとなるぐらいにはなったんですけど、結構ね暴れん坊で出ていっちゃうこともあるような個体にはなってきております。じゃあね、ちょっとサイズだけ測っとこうと思います。サイズ測っていきましょう。ツヤがやばい。 101.9。 今回のコーカサスオオカブト君のサイズが 101.9 といったサイズにはなってきます。 いいサイズですね。コーカサスかっこいいってところもね、コーカサスかっこいいなってところもありますんで、これね確認したとこ、不接どれのところもね今のところなかったりするんで、完璧じゃないかなというところですね。はい、っていうところがこのコーカサスオオカブト1匹目というところになります。もう1ペアねちょっとあるんで、次メスさんご紹介していきます。はい、じゃあですね、こちらがねコーカサスオオカブトさんのメスといったところにはなってきます。いや、コーカサスはね背中の色のところが結構ね伝わるかわかんないですけど、ちょっと緑がかったメタリックな感じなんですね。ヘラクレスのねメスとちょっと比べてみたら全然違ったりはするんですけど、対比して出してみましょうって感じですね。こちらがヘラクレス、ヘラクレスのメスです。ここのところが結構ねちょっと黄色いというかところがね出てくるのが特徴的だったりするってことがあるのがこのヘラクレスさんのメス。それではこのなんですね、これ見た後にこちらを戻していただいて、コーカサスとなると伝わりますが、この緑っぽい光沢があるってところが違いなんですよね。ってところなんで、ちょっと、ね、サイズ感の違いがね、メスの大きさは合ってきたりはするので、ちょっと上から覗いてみましょうか。こんな感じで、ちょっとね、サイズ感は違いありますけど、色味の違いがちょっとあるって感じですね。ツヤがあるのがこっちって感じですね、コーカサスさん。で、ツヤあんまなさげでちょっと筋入ってるところが、ヘラクレスさんってところになってくるかなって感じにはなってきております。そんな違いがね、ちょっとあるのもね、かっこいいなというところの個体が、ヘラクレスとこういったコーカサスのメスの違いですね、ところがあります。じゃあこいつがもう1匹のコーカサスオオカブトってところなんですね。
いや、もう違いわからんっていう形になるかもしれないですけど、ちょっと違うね、高価格を買うとなってきてますね。この子に関しましては、スマトラオキラの中でもね、東ジャワのね、ジャワ高価札ってところにはなってくるんで、高価札に関しては種類がね、いくつかあって、スマトラとかね、そんなも存在してるってこともありますし、ちょっとね、形が違えばね、アトラスオオカブトってところの三本綱だったりはするので、そういったところもね、モーレンカンプもそうか、その辺も含めても、ちょっと違うような高価札オオカブトとかね、そういう三本綱カブトってところが、東アジアのところで存在するような、大きめのカブトムシってところにはなってくるんですね。ヘラクレスとかに関しましては南米とかの方でなってくるんで、そちらの方のカブトムシなんですけど、アジア圏でのカブトムシで一番最大なのがこのコーカサスオオカブトってことにはなってくるってところにはなってきます。いやーかっこいいっすね、コーカサスオオカブト。で、角がかっこいいし、でもバトルとかさせたら結構ね、面白いのかなと思ったりもするんですけど、そこを含めてもちょっとヘラクレスとか並べてみてみましょうか。ですね、こういった形でね、並びてみたらって感じなんですけど、二大巨頭ってところにはなってくる感じですね。こっちがヘラクレスオオカブトさん、通称ね、ヘラヘラにはなってきまして、こちらがね、コーカサスオオカブトとかなんですけど、これ、ね、見てもらったら分かるんですけど、手めっちゃ長いんですよ、コーカサスオオカブト。これ特徴ですよね。ネプチューンとかはね、逆にヘラクレスから見るとちょっと短かったりするんですけど、で、こちら側がね、ヘラクレスオオカブトの足って長さなんですけど、で、見比べていただいたら分かるんですけど、長さの違いがやっぱありますよねってところなんですね。ってところもちょっと合ってきたりはするんで、手足が長いのがこのコーカサスの特徴っていうところにはなるんで、交尾するとか含めてもこのね、手足長いの使って結構ね、上手に交尾したりする姿はね、見て取れてくるかなって感じにはなります。かっこいいというところにはなりますんで、それ含めてかなってところですね。で、こういったコーカサスオオカブト君とヘラクレスオオカブト君というところが、まあね、バチバチと使うこととかはね、まあ、住んでる場所が違うんでなかったりはするってことにはなるんですけど、ただこんな感じで夢の共演って形にはなることも、こういったことで実現することも可能かなと思っております。で、このね、オオカブト君に関しましては、もうね、次にね、渡る先ってとこね、新しいブリーダーさんがもう決まっていたりはするってことにもなるので、また違った個体のコーカサスオオカブトさんですね、私も手に入れていこうかなというふうにちょっと思っていたりもするところね、ちょっと今日に関してはコーカサスさんに関しては特別出演みたいな形にはなったといったところにはなってきます。そういった意味で換金ってところにもなるんでね、いい高価札さんじゃないかなと思ってたりもしております。はい、ちょっとね、前回ね、ご紹介してたね、高価札オオカブトさんに関しましては、すぐに新しいお客さんの元に飛んでいってしまったってことがあったら、ちょっとね、急遽別の個体をね、入れたってことがあったんですけど、今回の個体がですね、今ここで出ております 105.3mm ってところのミリ数になるからっていうふうに私はちょっと今測っているってところでもございました。いやー、コーカサスさんマジでかっこいいっすね。はい、この子がね、105ってところのサイズ感にはなってくるってことにもなるんで、ちょっとキュッと寄っときましょう。これね、ちょっと緑っぽいね、メタリックが入っているっていうのが、まあ、コーカサスさん、私、特徴的なのかなって気がしてるんですね。光の当たり具合によりますけど、これね、伝わるかなって感じですね。緑っぽいんです。ってところの個体が、まず1体目ってところにはなってはきます。はい、2体目ってところになるんですけど、この子がね、さっきの子とね、ほんのわずかしか変わらないってところなんで、ほぼ一緒って言ってもいいんですけど、105.2mm っていう大きさになってくるかなって、コーカサスオオカブトさんになりました。いや、この子も同様なんですけどね、やっぱかっこいいってところにはなってくるんで、サイズ感ってところで言っていくと一緒なんで、ヘラクレスオオカブトみたいに、結構背中の色が違うとか、角の形が違うってことは、あんまないかなってところが、コーカサスさんって逆に特徴なんかなと思っていたりはするんですね。ってところはね、あるかなって答えがちょっとね、2ペア今回手に入れることができたってことにもね、なりますんで、こちらね、両方ともワイルド種ってところにはなってくる、野生ってところにはなるんで、野生のものに関しましては、浮かびってところがちょっとわからないってことにはなってくるんですけど、ただワイルドが大好きだって人もいたりもするかなってところもあって、ちょっとね、今回お届けしたいといったところにはなってきます。はい、こちらのね、コーカサスオオカブトさんのメスさんに関しましては、サイズといったところでいきますと 56.6mm といったところのサイズ感にはなってはきました。ヘラクレスのですね、メスに比べればちょっと小ぶりなのかなってイメージはね、するんですけど、ただですね、こちらもワイルド種ってところのメスなんで、
メタリックなね、緑色っぽいところがあったりってこともあります。画面越しで伝わるかわかんないんですけど、ちょっと紫っぽくも見えたりもすることもね、ちょっとあったりってこともあるのがちょっと特徴かなってところですね。いや、いいっすね。コーカサスオオカブトメス。ちょっとね、アップしておきましょう。はい、ではですね、もう一機のメスさんというか測らせていただきまして、こっちのこの子が 57.1mm って大きさにはなってはきます。いや、メスさん、これ緑がかってるというのか紫がかってるというのか、色味に関しては見え方ちょっとね、生で見てみないとわからない部分ちょっとあるかもしれないですけど、そんなね、コーカサスオオカブトさんのメスってところにはなってはきます。はい、といったところでにはなりますけども、今回がコーカサスオオカブトの2ペアってところでのご紹介をさせていただきました。いや、いいですね。かなりかっこいいってところもね、本当にありますんで、それ含めてね、今回ご紹介もさせていただいたといったところにはなってきます。いや、本当にガチンコでかっこいいコーカサスオオカブトくん。はい、そんなですね、コーカサスオオカブトくんたちってとこ含めてもショップの方にもね、掲載させていただくってこともしておきますんで、またね、そちらの方でね、どんなもんかなって形を見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。オンラインで手にすることも可能にはなってくるんで、よろしくお願いいたします。またね、実店舗の方でもこいつらもね、置いておきますんで、見に来ていただくってことも大丈夫でございます。早い者勝ちともなりますんで、コーカサスオオカブト欲しいなって方であれば、ぜひぜひってところになります。よろしくお願いいたします。そんなね、いろんなね、カブトムシであってクワガタの動画をね、今後もお届けしたいなって私思っておりますので、チャンネル登録まだの方に関しましてはチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。またですね、いいねであってコメントに関しましても、一行のコメントでいいのでいただければ、私は制作意欲になりまして、励みになるんでいただければとても嬉しいです。それではですね、引き続き動画の方、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは。